はい、こんにちは、団長です。今日はいつもの通りチャートギャラリーを使って、日経平均でですねトレードしてみたいと思います。はい、では今日も行ってみましょう。今日はこのあたりから。はい、時は2005年ですね。2005年の3月15日からのスタートとなります。早速移動平均線の並び見てみましょう。下から紫、青、緑、赤ですね。綺麗なパンパカパンがこのあたりからスタートしてずっと上昇してきているといったところでしょうか。このあたりもですね、上昇トレンドで一旦休憩してですね、パンパカパン復活してからの上昇してきているといったところなんですが、今ですね少し頭打ちになって赤の移動平均線が下を向き始めているといったところですね。この状況になっておりますので、この後ですね期待したいのはもう少し下がった後の緑と赤の物分かれですね。このあたりを狙っていきたいなと考えております。では行きましょう。水木、下がってきましたね。割れたら売りかもしれないですね。金、戻ってきましたね。週足見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと、下から紫、青、緑、赤ですね。ダブルパンパカパン状態でということですね。1万2000の価格の節目がありますので、前の高値ですね、このあたりも1万2000円を超えたところですね。終わり値でいくと1万2120円がありますので、このあたり抜けると非常に強いトレンドになってくるかなというところでしょうか。はい、ということで、ダブルパンパカパン中の中でですね下半身出てきましたので、ここはですねまず買いを入れてみたいなと思いますね。では行きましょう。月水、割れましたね。下半身でエントリーして割れてしまったので、いつものですね団長のオペレーションでいくと、ここはですね逆に土天売りするポイントになってくるかと思いますので、一旦ですね売りに切り替えたいと思います。では行きましょう。木金、週足見てみましょう。はい、週足です。ダブルパンパカパン状態での売りですね、ちょっと危ないかなとは思うんですが、そうですね、いつもですねダブルパンパカパン状態は売り入れないというふうに決めてましたが、今ですね売り入れてしまいました。しまってますね。ちょっとここは失敗したかと思うんですが、ちょっとこのまま様子見していきましょう。上から数えて 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ですね、ここを頂点とすると 1,2,3,4,5 といったところでしょうか。引き続きですね売り入れてしまってますので、売りエントリーでいきたいと思います。では行きましょう。月か、おー、いいですね、取れました。ここはちょっと悩むところですね。11,600円で下げ止まって、青のですね60日移動平均線にサポートされてますので、この後帰ってくる可能性ありますね。やはり相場先生の9の法則に使いたいと思いますね。 1,2,3,4,5,6,78で陽線出たら、一旦利確ですね。行きましょう。8、これはいい陰線ですね。陰線ではないんですが、陽線なんですが、価格としては下がってきてますので、まだ持ち続けてもいいかなといったところでしょうか。もう1日見てみましょう。9、やっぱり返ってきますね。はい、という形になりますので、団長がですねここで下半身で買いエントリーを入れて、逆下半身になってしまったので、ここでですね持ち直して土天売りですね、翌日から売りスタートになっておりますので、ここから売りスタートしてここで利益が出たといった形ですので、少しやられてしまったところをカバーできたかなといったところでしょうか。はい、という形になりますので、ここからですねノーポジでいきたいと思います。では行きましょう。金、週足見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと、なるほど、1万2000がここにあったんですね。1万2000で当たって下がって、当たろうとしてダメで下落したといった形ですね。ダブルトップのような形でしょうか、という形になっておりますので、はい、ここはですねパンパカパンが終了してしまってて、少しやりづらいポイントですね。一旦陽線と来ててですね、もう一度復活する兆しもあるかなといったところです。下半身となってますので、少し利益出ましたので、ここはですね買いで攻めてみたいと思いますね。次気をつけるポイントとしては、やはり11,800円ですね、ここに当たって下落すると、相場先生の日大の形ですね、逆日大になってくるかと思いますので、この辺あたりをですね注意していきたいなと考えております。では行きましょう。月か、いいですね、次気をつけなきゃいけないですね。水、抜けました。木、下から数えて 1,2,3,4,5,6,7 このあたりで、もしかしたらここですね
気をつけるポイントなんですけど、赤と緑の移動平均線の物分かれが発生してもいいかなといったポイントですね。団長はこの下半身を見てエントリーして寄り付きですので、ここからスタートですね。11,666円からスタートしてまして、1,2,3,4,5,6,7 ですね。あと8、9とあるんですが、ちょっと気をつける必要あるかなと思いますので、次陰線出たらですね、利確したいなと思います。では行きましょう。金、いいですね。まだ抜けてますので、あと1日9ですね。行きましょう。9、うわー、ここでやられてしまいましたね。これはもったいなかったですね。やはり、ここですね、下から数えて 1,2,3,4,5,6,7,8、 ちょっと我慢して9まで行ってしまいまして、団長はですね、一旦ここで買いエントリー入れて、ここなので利益は出てるんですが、ここで切っとけばよかったかなといったところで、少しですね反省するポイントかとも考えております。はい、ということでですね、一旦利確して、ノーポジから行きたいと思いますね。移動平均線の並びはパンパカパンになってますが、緑の移動平均線ですね、少し右肩下がりになってきてますので、注意するポイントかと思いますね。ノーポジで行きましょう。火曜日ですね、水、これはトライ届かずの下落ですね。で、下落していくかもしれませんといったところですね。下落、そうですね、ちょっとここは売りエントリー怖いので入れられませんが、もう少しですね下落してくるかなというふうな場所だと思いますね。はい、では引き続きのポジでいきましょう。木、金、うわー、ここはしっかり売りエントリー入れてもよかったですね。残念です。週足で見てみましょう。はい、週足です。なるほど、ここで下げ止まったかといったところですね。60周移動平均線でサポートされてますので、もうこれ以上下がらないかなといったところでしょうか。少しですね、これはしっかりトライ届かずで下落するという予感が的中してましたので、本来であれば売りエントリーですね入れてもよかったようなポイントかと考えております。はい、では引き続きのポジでいきましょう。月、うわー、一気に下がりました。火、水、大暴落ですね。これはもったいなかったですね。取れたようなところですが、取れなかったといったところで、もう指を加えて見てるしかないですね。この後は上昇するところかもしれないですし、そうですね、ちょっと難しいところですね。飛ばしていきましょう。一気に下がっていった。なかなか、そうですね、大下落、大暴落してますね。ここは取れなかったのが非常に惜しいですね。移動平均線が、今ですね、上から青、紫、緑、赤ですね、逆パンパカパンに間もなくなりそうな雰囲気はあるかなといったところです。1万1線ですね、この辺りまで下げてしまってて、ここはですね、この逆下半身で入れてもいいかなといったところでしょうか。少しですね、ここは売り入れてもいいかなと思うんですが、上から数えて 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 日目ですね。下落終わってもおかしくないかなといった日柄になってくるかと思いますので、ここはですね、ノーポジでいきたいと思いますね。では行きましょう。火、まだ下がる。水、木、上がってきましたね。金、週足見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと、ダブルトップですね。やはりダブルトップの後って結構大きく下落するんですね。団長最近これ気づいてきたんですが、ダブルトップの後の大きな下落っていうのがですね、引き続きですね、長く下落してくることが多いかなと思いますので、次こういった場面があったらしっかり売り入れていきたいですね。ちょっともったいなかったと思います。今ですね、紫の100周移動平均線ですね、そちらにサポートされて、かつ価格の節目1万1銭ですね、この辺りで下げ止まってるといった形です。はい、日足戻りましょう。はい、日足戻りました。ということで、ここですね、1万1000円より上にあれば、そうですね、サポートされているといった形になるかと思いますね。ちょっと怖いのでノーポジでいきたいと思います。では行きましょう。月、これで下半身ちゃんと上がってくる雰囲気出てきてますので、打診買いしてみましょうか。行きましょう。火、水、木、下から数えて 1,2,3,4,5,6,7,8、 これは 11,000 割ったら諦めましょう。金、おー、まだいってますね。これで相場先生の、日大の形になってますね。ここはどうか、 11,200円超えるかどうかですね。ここに完全に、レジスタンスラインありますので、抜ければいいんですが、抜けないとまた下がっていくといった形ですね。はい、団長はですね、この陽線を見てエントリーしてますので、寄り付きからスタートすると今価格が一致しているといったところですね。
ここは非常に危ないところなんですが、抜ける雰囲気もあるかと思いますので、少し我慢してみたいと思いますね。引き続き買いポジションでいきましょう。月、抜けましたね。うん、いいかもしれないです。下から数えて、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14。そろそろ切ってもいいかなといったところでしょうか。相場先生の日大の形が決まってて大きく上昇してってるんですが、節目ですね、11,400円と紫と青にブロックされて下がってくるといった形もチャートパターンとしてはですね多いと思いますので、手堅くですね団長は一旦ここで利確しておきたいなと考えております。はい、では金曜日ですので週足見てみましょう。はい、週足です。週足で見てみますと、そうですね、青の60周移動平均線にブロックされてもおかしくないかなといったチャートパターンになっているかなと思いますので、やはり利確してよかったかなと思いますね。引き続きのポジでいきたいと思います。では行きましょう。月、火、水、これで下半身つけたらもう一度買いですね。木、つけないですね。金、週足見てみましょう。はい、週足です。なかなか上げきらないですね。難しいポイントでしょうか。引き続きのポジでいきたいと思いますね。ここは下に切り上がっていってますので、短期的にはですね、上昇トレンドで見ていいかなと思うんですが、長期で見ると上に60と100ですね、100日移動平均線あるかと思いますので、抜けないとですね、大きく上昇できないかなと思います。では行きましょう。月、火、水。これで上昇トレンドに乗ってる気がしますね。こことここですねを、結ぶ延長上にここのサポートラインがあって、その中ですんなりとですね上がっているといった形になりますので、ちょっとここは怖いんですが、紫抜けを期待してですね買いエントリー入れてみたいなと思います。では行きましょう。木、金、いいですね。週足見てみましょう。はい、週足です。抜けてきましたね。緑も一応抜けてきてるといった形になりますので、もう一旦ですね上昇トレンドに、綺麗に入っていってるかと思いますので、ここはこのラインですね、こことここを結んだ延長上ですね、このラインと、上値ですね、高値はこことここ結んだ延長上ですね、ここにタッチするまではキープしてもいいかなと考えております。では行きましょう。月、火、水、木、いいですね。しっかり取れてきました。はい、団長はですねここでエントリーしたかと思いますね。ここでエントリーして今ここまで来ているといった形です。下から数えて1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13、ここまで来ると、ただしですね、こことこことここですね、このライン上に、まだキープされてます。で、緑の、20日移動平均線ですね、にもしっかりサポート入ってますので、これ割るまでは我慢してもいいかなと思いますね。ここで打診買いしてますので、価格としては、利益出てない状況ですが、切るのももったいないかなといったところですね。少し相場先生の9の法則使って手締まっておけばよかったかなという後悔もある一方で、まだ我慢したいなという気持ちもありますので、ここはですね一旦キープしたいなと思います。大きく割ってしまったら、撤退ですね。では行きましょう。か、いいですね、戻ってきました。水、木、いいですね。11,600円抜けるかですね。金、いいですね。週足見てみましょう。はい、週足です。一応順調にですね上がってきてるといったところで、緑のですね20周移動平均線をしっかり抜けてきたといったところまで来ております。という形になりますので、一旦ここですねヒヤッとしましたが、やはりこの延長上ですね、この延長上のラインですね、断頂ラインを引いたところでうまく上昇してきてますので、なかなかいいトレンドに乗っかってるかなと思います。あとは、どこで切るかですね。下から数えて 1,2,3,4,5 なので、ここはですね相場先生の方、9の法則ですね使いながら戦っていきたいなと思います。では行きましょう。月、火、水、陰線勝ちですね。もう一旦ここで切ってもいいかなといったところでしょうか。下から 1,2,3,4,5,6,7,8 ですね、8陰線ですので、一旦団長はここでですね手締まりしたいと思います。はい、ということで下半身ですね、ここ、失礼しました、紫を抜けるだろうということで、ここでエントリーして、ここで利確ですので、それなりにですねしっかり利益出たかなと考えております。はい、この後少し見ていきましょう。
まだずっとトレンドとしては上昇トレンドですね。綺麗な上昇トレンドで、ここは上がっていってるといった形ですね。やはりこのラインですね、割らずにずっと上がっていってますので、割るまではずっと持ち続けてると、おお、すごいですね。ずっとパンパカパンになっていったといったところですので、今日ですね、ずっと引き続きやってればですね、かなりいいトレードですね。大きな利益が出たような場面だったかと考えております。はい、以上今日は日経225でのトレードでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。